こうぜ。おーおーおざす。ここおったんか。ええとこ、ここおったんか。ええとこでしょ。ええー、なあ、ここ。うん、ええー、とこ、ええー、とこ。うわー、うん、ちょっと寒くなってきたな。いや、ほんまですよ。ほんまにさ、肌寒くなってきて、なんやったら今日ぐらいから肌寒くなってきたんちゃう、うん、ちょっと。せやね、うん、で、これ日中はやけど夜がっちゅうのあるから。そうそう、ほんま、これがね、ほんま体調崩すのよ、ほんと。しんどいな、これほんまに。だから日中はやけどな、うん、夜がしんどいからな。同じこと言うてる。もうでもさ、はい、この季節になってきたら俺は特にせやねんけど、なんかむっちゃ食べちゃうな。あ、食欲の秋と言いますからね。そうそう、生物の多分バイオリズムって多分あんねやで。あ、もう食べようみたいなあんねん、この時期なんや、うん、ま、なんか冬とかじゃなくこの時期、この時期、この時期。なんでなんで、 何を食べる。いや、まあ、あるやん、そのこういうバイオリズムって、はい、だこういう時なんちゃうか。何を食べ、もうお腹が減ってしゃあないってこと。もう腹減って、で全部美味しい。あ、うん、で、まあ俺よりもおそらくグルメやと自分で思ってはるところはあると思うねんね。まあ、松葉さんよりはね。そこでやねん。嫌やわ。いや、嫌じゃない、嫌じゃない。何が嫌なの。始まろうとしてる。何かがもうあなたの手のひらの上に俺はもうもうおる感じが。もうそうそう、いや、もうこれ嫌やねん、毎回もう。普通に聞いてもらいたいだけだから。別に、まあ大丈夫、なんかあったら全然言ってくれても噛めへんしな。また何か始まる。あの、これ昔、もしかしたら昔から思ってたことやから、はい、後世に以前話してるかもしれんねんけど、はい、今まで食べた中で一番おいしかったもの何。どこの店のとかでも何でもいいわ。あ、これおいしかったですよとか、なんかある。今までの人生で一番美味しかったやつ、うんうん、よくここのこれ食べに行くんですよ。でも自分で作るこれ、奥さんが作るこれとかね、うーん、何でもええわ。うわー、これ難しいな、これ。うわ、でも、いや、そんなないやろ。いや、いや、こんなもん3つぐらいのうちから選ぶやろ。いや、そこ別にも全然時間捉えても困んねん。そこがグルメじゃないねん。だからもうそもそもそこがグルメじゃない。いっぱい食べて、いろんなもの食べてきた中のベストワンって難しい、全部。いや、中でもあるやん。いや、これ、いや、ある、なんか言えやん。なんか何でも、別に何でもええねんけどな。考えさせてよ、だってこれ。いや、なかなか。で、逆にこれですわみたいなのもあるしな。もういろいろ食べてきたけど、逆にもうでもやっぱ、いや、今パンって思いついたやつがそれですよね。それで言って、それで言って。いや、ほんまに逆にこれですわよ、うん、ほんま。あ、そうなんや。おかんのコロッケ。あ、それまずいです。もうしんどいなあ。お前何なあ、何お前。いや、それまずいんですよ、おかんのコロッケは。何腹立つ。何が言いたいね。何が言いたいね。言えや。むちゃくちゃ怖い顔してるわ。そらすやろ。あの、ごめんね、これ、あの、うちの、あなたのおかんのコロッケ。食ったことないやんけ。あ、これだ、ちゃんと計算式があるんで。人んちのおかんのコロッケ。愛情込めて作ってんねん。例えばね、お宅のさ、お母さんが作りはったコロッケが美味しい。いやいや、うちのお母さんの作ったコロッケの方が美味しいって言うたとて、これ水かけ論とちゃうか。そりゃそうよ。それやったら俺別にそんな争いは求めてへんけど。いや、でもまあ俺の方が美味しいけどなってどっかで思ってるとか。いや、それやったらもうちゃんとしようぜっていう話になれへん。それが M1 の始まりやねん。M1? そうやろ。 M1 関係ある。面白い。今 M1 関係ある。得点をつけようって言うたんや。美味しいも一緒やねん、感覚の部分やねん。いや、そうそうそうよ。ここに数字をつけて、点数をつけて、どっちが面白いかっていうのをちゃんと決めようっていうことを考えた場合、うん、これは納得。じゃあ松浦さん、その計算式どうすんのってなれへん、うんうん、計算式、うん、ちゃんと俺あんねん、うん、例えばけど、これちょっと分かりにくい例えになってしまったけども、うん、あなたのお母さんの作ったコロッケ、原材料いくらなんでしょう。だいたいでは1個だいたいいくらやろね、あれ。いや、まあそんな、じゃがいもとひき肉と玉ねぎぐらいやからな。ひき肉がだいたい、まあパックでこれぐらいで、まあ300円ぐらいにしようか。300安いな、うん、300円ぐらいやろ。まあまあそうか、スーパーによるやろけど、まあ普段ええとこで買ってるみたいな、うんうんうん、ええねん。で、じゃがいもも、じゃがいもがまあ1個まあ100円ぐらいにしようか、うん、いや、だからまあそうか。で、玉ねぎもそんなね、そんな使えへん。で、それしかも何個も作るのよ、それで。
そうやろ、何個も作るからマジでもう計算無理やけどな。いやそうそうだ、そんな1個何本ぐらいなの。いやまあ 10円20円ぐらい。そんまあ、全材料安い。いやだって何個も作るもん。それからえコロッケ1個で調べてみていい今。あ1個大体70円ぐらいと言えるでしょうって書いてあるわ。あじゃあ70円でいい。まあ70円にしとこうほんなら、うんうん、じゃあごめんねこれちょっと計算するね。どう計算すんねん。それ数字で分かんのんか。あ計算式うちのおかんのコロッケが 言うんで今からまず謝れ。うちのおかんのコロッケがまず言ったこと。10中何ポイントですか。うまみポイントは 何が10中何ポイント叩き出してますか。ゼロから10として。ゼロから10として。うまいが。うまいが10よ。10ね、うん、10です。ということは10割る、70したらなんでなんでな、なんでまず10割る。なんで俺の満足度と原材料1個の分の原材料を割るん。これを今から説明するんで黙ってもらえます。1円に対するうまみポイントゲットの計算方式なんです。だ1円払ってうまみポイントどれぐらいゲットできるかっていう計算方式なんです。わかりました、ということですいません、10÷70 させていただきます。すると 0.1428…… うまみポイントゲットしてます。1円に対するね。で 0.14 なんちゃらだと非常に分かりにくいので分かりやすくかける100します。すると 14.2 です。じゃあこれ覚えておいて。 14.2 のうまみポイントゲットやねん。お前んとこのお母さんのコロッケは1円に対する、お母さんに1円払ったら 14.28 うまみポイントをゲットできます。しばくぞなしばくぞ。で意味わからん。俺が今まで一番うまいのは花丸うどんのかけしょう。もういや話なら話そんなやつとそのグルメの話でけへんと思うやん。お前グルメちゃうやんって思ったやん。じゃあこの計算方式でどっちが上か勝負しようやないか。ちょ何やねんその計算その計算方式、あれじゃあ何やうまみポイントって。うまみポイント7。うまみポイント7で。おいうまみポイント、ほんでうまみポイント7なんか大好きやのに大好きやのに7なんか。7÷290なんで、0.0241 です。で分かりにくいんでかける100します。じゃあかける2.413ポイント。で自分の覚えてるさっきの 1. 何歩かな、うん、もう倍から差つけてんねん。何やねんお前んとこのお母さんの作ったコロッケよりも花丸うどんのかけしょうの方が倍からうまいねん。1円に対するうまみポイントゲットはね。謝ってくれ。だから謝ってくれ。謝るも何も謝ってくれ。謝るも思い出やねん。思い出が俺の思い出の思い出とかないねん。これだから数字で出てあんねん。もう真実やねん。せやからごめんねもない何もないねん。倍から差ついてもうてるねっていうだけやねん。だから差ついてもうたことを俺謝られへんからね。それ悪口でも何でもないやん。だからまずいねん。もっと美味しいの言えよ。もっとうまみポイント1円でうまみポイントより多くゲットできるもん。めちゃくちゃ腹立つな。他なんか言うてみ。めちゃくちゃ腹立つ。おかんのすき焼きうまいわ。おかん好きやな。おかんのすき焼きめっちゃうまい。すき焼きなんぼやねん。それなんぼか言われたらこれ分からへんねん。めっちゃいい肉使うねうちのすき焼き。すき焼きやるってなったらなんぼやねん1人分。もうすごいんちゃう。なんぼかで変わってくるで。3、4000円ぐらいするんちゃう1人。あ肉だけでな。それぐらい1人でなんぼやねん。家でやって1人1人分の値段欲しいね。1人分2、3000円はあるや。3000円はあるや。じゃあ2000円にしとき。一応2000円にしときなんで安い方でいくね。一応あええよ。一応2000円にしとき。2000円であれうまみポイント10中なんぼやねん。10やめちゃくちゃうまいからな。お前メモリあらないさっきからほんまかM1 でも100円。まあまあまあそう。まあじゃあまあじゃあ分かった。じゃあコロッケが10やったからな。9にしとこか。9に絶対すき焼きの方がうまいけどな。9割る、2000円しました。2000円しました、うん、すると 0.0045 なんで、はい、分かりやすくかける100します。分かりやすくかける100。 0.45 覚えといて、うん、0.45 1円に対するうまみポイントは 0.45 ポイントゲットしました。で俺は、
牛丼、松屋の牛丼。お前チェーンばっかり。お前おかんわよ。であれうまみポイント6。おかんで勝負せえや。6。なんで俺のおかん対チェーン店やねん。いつもなあ。お前もおかんで勝負して。うまみ6ね。6もある。なうまみ6を土俵にあげんなよ。うまないやんけそんなに。で 0.015 なんで分かりやすく、かける100します。 1.5 松屋の牛丼の方がお前んとこの高い肉のすき焼きよりもうまいねん。違うねん、違うねん。お前断然あんたの何倍野菜の食うてあんま満足してないねん。それだけやねん。安いの食うてあんまり自分で満足しない。でもさ、それはちょっと置いといて。全然ちゃうやんそれと。1円に対するうまみポイントのゲットってだけ考えて。1円払っていくらのうまみポイントゲットできたらいいの。低いより高いのどっちがいいの。低いのと高いのどっちがいいの。高いのがいいやん。それやん今やってるの。いや違うやん。別に 俺1円で 1.5 ゲットできるねん、うまみポイント。それ何やねんうまみポイントって。だから10中のうまみポイントやん。で分かりにくいから後からかける100するけどね。分かりにくいってないねこれさすごくない。これすごくないよ。俺これ発明やと思ってんねんけど。どこがやねん。その金のことばっかり考えてるから、ね、このお金でどんだけお得してるかだけを考えてるから、ね、言わしてもらうけどさ、うどん美味しいよね。うどん好き。うどんほんま美味しいやんか、うん、じゃあうどんがまあ美味しいねんけど、はい2万5000円ですって言われたら急にまずく感じるね。いやそらな感じるよね。 まずくというか、じゃあこれなんでまずく感じたんやろ。お腹立てへん。2万5000も払うけど帰りしにな。うどん2万5000円。いやそりゃなるわな、うん、さっきカッコつけて払ったわ、うん、考えられへんなってなれへん。まあまあまあ味はせえへん。逆に味せえへんようになる。それはなんでかやねん。美味しいのには変わりないのに値段聞いた瞬間にまずく感じたんや、うん、それはおそらく1円に対するうまみポイントゲットの数値の差やねんな、うん、そう考えた時にこの計算方式ってめちゃくちゃええねん。いや、まあ、違う。いやそっちや。そういうことじゃないんかなって俺が言うてんのはさ。だって俺おかんの味で言うてるから。でもごめんね、おかんの味はまずかったよね。それなマジで一回ほんま謝ってくれへん。いやいやだってこれちゃんと数字で出てんねんから。お前のおかんの飯まずいわこれほんまに今の年齢やからまだ大丈夫やけどこれ10代やったらもうほんま喧嘩、縁が切れるぐらいの喧嘩や。10代はきつい。でもきついで、ほんまこれはちゃんと数字で出てんねん。ごめんごめんね。じゃあお前が勝手に数字にしとんねんけ。これさ、あの一番うまいもんなんやろって考えてん俺、うん、分かったよ。これすごいで。一番うまいのがマジでうまい棒やねんうまい棒のうまみポイント1でやろうか。1回あんたそのコストパフォーマンスのことだけ言うてるやんそれただただこれはコストパフォーマンスじゃないね。1円に対するうまみポイントゲットやねん。計算してみや。1でやったろうか。うまみポイント1にしようか。うまい棒が、うまい棒がもうほぼまずいやんこんなん。1なんて1割る10円ねんな、うん、0.1 やねん。分かりにくいやんか、うん、でかける100するわ。分かりにくないってな。10やで高っ1にするからやんけ。高っ1にするからやんけ。10円のもんをやばない。違う10円の。うまい棒1って最低やん。じゃあそやけど1じゃないやん。そう1にしてるけど、うまい棒言うてんねんから1ちゃうやん。ほんまにうまいねんあれ。これすごいなと思って。俺結構好きやもん。俺6ぐらいにして。じゃあ6。お前6やってやばいことなんぞ。お前6にしてもうたらもう親の飯食われへんで。なんで6割る10するやん、うん、すると1円に対するうまみポイントゲットのポイントが出ます。で 0.6 ちょっと分かりにくいんでかける100しますね、うん、60 やばいな。やばやばうまい棒1円で60ポイントゲットできんの。ほんまにうまいよ。違うねあんた。これすごいやろ。違うすごないわ。安くてうまいもん求めてるだけやんけ。いやだからさっきも言ったけど、うどんが2万5000円やったらまずいやろって。まあまあそう、まあそうやな。まあそりゃそうやけど。で何やろこの感情はと思ってん。あそうか、1円に対するマミポイントゲットなんだ結局って。これ誰も言うてないな。やっぱ言わんよそんなケチくさいこと。そんなこれすごないこの計算方式。すごない。俺発明やと思ってんねんけど。じゃ金のことばっかり考えてるなあ。お金で味変わんねんあんた。あんた金額で味変わんねん。お前もやろ。あの京都行ってお前んとこのおかんがなんか握ったんか知らんけどやな、何あれコロッケで美味しいです言うて、あじゃああの一人、700円になりますとか言うたらまずって言うてまうねん多分
いや家の家のやし。いやそらそやわ。そらいやそらそやって。ただやからうまい。いやそらそうやってで。お前もあのお母さんのコロッケはただやから美味しいと思ってんねん。毎回あじゃあ700円700円って言われてたらまずいって言うてるはずやで。いやそういう話じゃないやん。それは。ただやから美味しいんと違うか。ただって言うな。おたくんとこの。おかんの飯ただって言うな。そんただではないねん別に。そうまあおかんが作ってそういうのも込みでうまいんやんそれは。おかんの愛情込みでうまいってことは値段じゃないやんそんな値段やしっかり言うたこいつしっかり言いよったちょっとな行こうかなもう時間も時間やしマジで気悪いだけやねんでもこれすごないすごないってもう金のことだけやん考えてんのもうどんだけ金払わんとなんかコストパフォーマンスがええものを探し求めてるからあんたそれだけやんただただ何やねんうまみポイントってなんかその名前が腹立つねんうまみポイントとか言うのなあこれ勝手に名前つけんないろいろロケとか行くと思うねんけど、うん、毎回思い出しこれめっちゃ嫌やわこれだいたい1円に対するうまみポイントいくらゲットできるんだろうって計算したらよろしいわどうしてくれんねん俺が最終的に分からんからかける100でやりだしたらなああんたのせいやからな勝手に導き出してなあ分かりやすくかける100しようとかロケで言い出したらなあおい向こうで帰っていくなんか言うてから帰れ早く